足利市山川町にあるもつもつさんに来ています。丸山建設様の敷地内にあります。完全ノーマークだった。正面入り口はこんな感じ。中へ入りましょう。店内は足利もつに牛すにの看板、もつもつさんの新聞記事などが飾られています。そうなんですけど、ハンバーグとか、はい、まあ、もつもカレーと塩が、まあ、他にもあるんですけど、はいはいはい、注文いただかないとなくて、今あるのはこれだけなんですよね。ああ、はい、はい、楽しみだな。結局この3つを購入。じゃ、湯煎でグツグツ温めます。冷凍なら10分、解凍なら5分、3つとも温まりました。どれも美味しそうだな。温かいうちに食べましょう。はい、それでは皆さん乾杯。もつ煮580円。ドロリン。白味噌なのか白目で好きなやつ。赤味噌より白味噌派の私。もつの量かなりあります。うまげー。それでは見てみましょう。食べやすい大きさでたまりません。おいしそう。はい、まずは普通のもつ煮をいただきます。真っ白です、真っ白。うん、プルプルです、プルプル。おいしい。大根もこんなに分厚いです。いただきます。うん、すごい染みてます。もつは本当にプルプルです。うん、おいしい。もつ煮ピリ辛580円。ドロリン。こちらはピリ辛、ラー油の香りがすごいです。辛いの好きな方にはこちらおすすめです。それでは見てみましょう。やはり大根は素晴らしい。湯気が。はい、続いてはピリ辛です。いただきます。うん、うん、本当にちょっとピリ辛なんで、全然辛いの苦手な人も食べられると思うんですけど、匂いが、ラー油の匂いがすごいです。うん、やっぱりもつもね、プルプルなんですよ。うん、おいしい。牛すじ煮込み680円。ドロリン。こちらは醤油味。筋といっても肉肉しいです。めちゃくちゃいい香りがしてます。いい色だ。それでは見てみましょう。もうホロホロです。そして大根はもつ煮の時よりも大きいです。はい、最後は牛すじの煮込みです。いただきます。大きいですね。いただきます。うん、美味しい。結構スープが甘めです。うん、でこんにゃくもこんなに大きいんですよ。うん、美味しい。うん、うん、すっごい染みてます。そして柔らかいです。うん、これはうまい。カステラもあります。開けたらこんな感じ。ふわふわでなくしっとり系、代表様のおすすめです。切ってみたら弾力がすごすぎました。これが本物のカステラか。
黄身が強くて美味しそうです。はい、それではこのカステラを食べてみたいと思います。すごいもう真っ黄色で美味しそうです。いただきます。うーん、弾力がすごいです。弾力が、うん、甘さも控えめですっごい美味しいです。うん、最高ですよこれ。はい、それではいかがだったでしょうか。とても美味しかったです。で、今回天使様がじゃーん、こんなタレを、ごまと昆布のタレを作ったそうです。無添加の無着色、素晴らしいですね。このタレも売っているそうです。そしてじゃん、お料理教室もやっているそうです。調理師の免許をしっかり持って皆様にお料理を教えているそうなので、もし興味がある方がいたらもつもつさんへ聞きに行ってみてください。それでは本日はありがとうございました。バイバーイ。ごちそうさまでした。カステラごちそうさまでした。それでは振り返りです。とっても素晴らしいもつ煮でした。おかずにも酒のあてにもなる最高品。塩とカレー味はあらかじめ連絡を入れてから。本日はごちそうさまでした。